こんにちは、森谷ドラマスクール姫路校の早川真奈です。今回は4つの基本ストロークの上達へのポイントについてお伝えしていきます。4つの基本ストロークはフルストローク、ダウンストローク、タップストローク、アップストロークのこの4つのストロークなんですけど、この4つのストロークはアクセントつけるときとかアップダウン奏法、例えばスネアからハイタムとかハイタムからロータムとか、まあ、いろんなとこに移動するとき、まあ、こういう移動したりするときの予備動作をスムーズにできたりと、まあ、いろいろ演奏するときに重要になってくるストロークになってます。じゃあそれぞれ4つのストロークの上達へのポイントをお伝えしていくんですけど、ハイポジション、ローポジションっていうのが今から出てくるんですけど、ハイポジションっていうのは高い位置のことを指してて、ローポジションはこの低い位置のことを指してます。はい、でまずフルストロークなんですけど、フルストロークはハイポジションって言われる高い位置から叩いてまた高い位置に戻ってくる動きになってます。はい、こんな感じです。で最初ありがちなのがダメを叩いてハイポジションに戻るときにスティックをグッと握ったまま上に持ち上げがちなので、叩いた後スティックを握り込まずに叩く瞬間だけスティックを握ってその弾んだスティックの軌道に合わせて手を持ち上げるような感じで叩いてみてください。はい、で次にダウンストロークなんですけど、ハイポジションからローポジションで止める動きです。でダウンストロークはハイポジションからスティックを振りかぶるときは握り込まずにダメに着地するときにスティックを止めるように握るような感覚です。でこれもありがちなパターンが、叩いた後に腕がこうふわっと立ち上がってしまうとき、こういうときは初めはなんか低反発なクッションの上とか、太ももはちょっと痛いかもしれないんですけど、その跳ね返りがないとこでまず叩いてみて、この弾まないような感覚を身につけてみてください。で、叩いた時に腕は上がってないけどスティックだけ持ち上がっちゃう時、でこういった場合は、まあ、スティックだけが先にダメに着地してるかもしれないので、まあ、スティックがダメに着地すると同時にスティックがこう弾んでこないように握るイメージをしてみてください。はい、でもう一つがローポジションの高さを低くしにくいっていうのが結構多いんじゃないかなと思うんですけど、このローポジションの時にスティックのチップをちょっと下に落とすようなイメージで、ちょっとスティックに角度をこうつけてあげると結構低い位置に合わせやすいんじゃないかなと思います。はい、で次タップストロークなんですけど、タップストロークはローポジションから叩いてローポジションで止めるっていう動作です。こういう動作です。はい、でこの時に腕は動かさずに指で軽くスティックを握ってるような感じで、本当に指でチョンで軽くこう押してあげてスティックで操作してるような感覚です。はい、で次アップストロークなんですけど、アップストロークはローポジションから叩いてハイポジションに持ち上げるっていう動作になってます。感じです。はい、でローポジションからハイポジションにスティックを上げるときはスティックの持ち上げる速度が結構ゆっくりになりがちなので、何か熱いものを触った時の熱っていう時の、イメージをしながら叩くと結構勢いよく上げれるので綺麗なフォームになったりとか、あと次の音を叩く予備動作がしやすくなると思います。で4つのストロークに慣れてきたらアクセント移動の練習、練習だったりとか、アクセントつけたところをこのタムに移動してダウンストロークと
とアップストロークを組み合わせてアップダウン奏法をしたりとか、はい、こんな感じでアクセント練習をしたり、このアクセントをタブに移動したりとかで、あとアップダウン奏法を練習してみたり、いろいろ応用して練習してみてください。ありがとうございました。